皆さんどうも、シュメルです。今日はね、Pixel 6と6 Pro について、ちょっとね、今、残念なニュースが出てきているんですね。で、それはね、私が予想していた通り、発熱問題が現実的にやばそうだという話ですね。まあ、実はね、先日私もチェックするために、近くの家電量販店とソフトバンクに行ってですね、あの実機を触ってきました。で、本当にね、不安が的中したのかなと言ってもいいぐらいですね、Pixel 6、6 Pro、めっちゃ暑かったんです。 ねあの展示品でねあんだけ熱いスマホあ触ったのね本当に僕初めてじゃないかなっていうぐらいそれくらいですね本当に普通じゃない暑さを持っていたっていうことをねもう冒頭で話しておこうと思いますそれではね今日はあのこの Pixel6 シリーズのこの発熱についてですねもうちょっと深掘りしていこうと思います でまずはです、ね、実機を触ってめっちゃ熱かった件について、ねえー、もうちょっと詳しく触れていこうと思います。まあ、先ほど言ったようにです、ね、近くの家電量販店と、えー、ソフトバンクのです、ね、両方で実機をあの試しに、ね、触ってきました。でね、もう本当にに、ね、触っったた瞬間に思ったのがこれさっきまで お湯につけてたんですかっていうぐらいですねあの尋常じゃないぐらいですね本当にあにほんのり暖かいとかじゃなくて普通にこれ絶対普通このまま置いてたら発熱怖くてちょっと充電してられないよねっていうぐらいに暑かったんですよねであの私ねふとそう思って隣のですね Pixel5A にも触れてみたらですね ピクセル 5A ねあの発熱する、発熱するって、まあ、話題になったじゃないですか。でもね、そんなピクセル 5A がね、普通に、え普通のまあ冷たさっていうんですかね、まあ、平熱の,、えーそのまあ、状態の、えー、暑さでね、置いてあったわけですよ。 それでねそもそもこの発熱問題っていうのはそんなに深刻な問題なのっていうふうに疑問を持つ方もいると思うんだけれども答えはですねイエスですね大ありであの大問題なんですねあの基本的にスマホって熱をねこう持ち続けるっていうことに関してあの何一ついいことがないんですねで例えばですけれども一番まあ大きく影響を受けやすいのがえバッテリーの消耗なんですねあのバッテリーがどん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 ねあの早く減っていくっていうことだけでなくさらにですね デバイス内の温度の、えー、キープがですね、ずっと続くとですね、バッテリーの劣化っていうのが急速に早まるんですね。まあ、よく言う、まあ、その今のスマホのバッテリーって2年間は正常にこうバッテリーライフが持つように設計されているんですね、少なくとも。で、2年間経って徐々に徐々に内容量っていうのが100%からこう98、96、90とか85とかなっていくようになってるんだけれども、この中のですねあの発熱がずっと高いままをキープされると、バッテリーの,その劣化っていうのが 早く進んで例えばですけれども1年で100%から90%とかになっていくっていう可能性が大いにあるので正直ですねこの発熱問題っていうのはバッテリーにまずめちゃくちゃ良くないんですね。 で次にね2点目の問題点というのは SOC、so ですね処理能力を司る GoogleTensor の処理能力がですね本来の能力を発揮できないということなんですね。発熱によってですねあの発熱を抑えられないとチップがですねフル回転で処理を行うことができなくてあの処理能力がですねあのガクンと落ちるんですよねで。なので重いアプリとかが正常に作動しないんですね。 まあもちろん、ですね google のことなんでソフトウェアの更新というのはねあの定評がありますからかつてもですねソフトウェアの更新でいろんな問題を解決してきたんだけれどもまあおそらくね google は絶対にこの発熱問題に対処、対応しないといけなくなると思うんで、えー、いずれね解決する可能性はあるとはあるとは思うんだけれどもそれが、ね、いつ解決になるかっていうのは本当にわからないんですよね。ああのこれから半年間、えー、何もも発熱問題が解決ししない可能性もあるし、まあ、1 2ヶ月後 にすんなりと解決する可能性もあるわけで正直ねこの辺はわからないんですけれども あの絶対に Google はこの問題に対処しないといけなくなると思いますではですねここからは具体的なアドバイスに入っていくんですけれども、まあ、今回ねアドバイスする対象っていうのはね2タイプの人がいると思うんですよでまず1つ目のタイプの人はですねもうすでに購入してしまっている人ですね予約購入が完了してしまっている人っていうのは、まあ、予約をねキャンセルすることは簡単にもできますしもしくはですね Pixel 6が届いてから14日以内であれば 返品でできるんですねほぼほぼ無条件で。なので、そういった人はですね、あの届いてからいろいろとですね、チェックした方がいいと思います。例えばですけれども、あの重たい作業ですね、カメラの 4K60fps でどれくらい長く撮影できるかっていうのも試してみるといいと思いますし、あとはですね、3D ゲームなどのアプリをね、いくつかやってる人であれば、必ずね、すべてのアプリでどれくらいゲームがね、あの快適に長くできるか、そして発熱がどんな感じかっていうのも絶対に試した方がいいと 思いますでできればですね 部屋の室温ですね今,今もう10月末なんでだんだん、ね、寒くなってきているんですけれども部屋の室温をです、ねまあ、環境に良くないのは分かるんだけれどもエアコンであの28度とか29度とか30度近くに上げてそういう環境でもちゃんと、えー、デバイスがですね発熱の異常なく使えるかどうかですね夏場を設定してそういった重たい撮影をするっていうのも非常に重要かなと思いますやっぱりね高価な買い物なんでいろいろ本当にちゃんと真面目にテストした方がいいと思いますでそういう ういったテストをして、えー、ダメだなというふうに判断すれば14日以内に、えー、返品した方がいいんじゃないかなというふうに思います。 で次はですね、2タイプ目の人ですね。これはまだ購入を、えー、実際に行っていない人たちですね。まあそういった人たちっていうのは、あの、得点がね、あの、頭によぎってると思うんですけれども、あの、1万6000円分ですね、最大の Google ストアクレジットの得点を得られる11月7日まで、できる限りですね、時間を引っ張って稼いで、えー、っとですね、購入するかどうかをあのじっくり考えればいいんじゃないかなって思います。あの、おそらくですね、11月7日までには、まあ何人か のねユーチューバーっていうのは非常にいいレビューを出すでしょうからそういったレビューを見てから購入の判断をしてくださいでもちろんね私も今回はそのこの件が11月7日までの件があるのでできる限り早くレビューはね出そうかなと思っておりますそれでねあの返品するのは申し訳ないなって思う方もね日本人の方結構多いと思うんだけれども、まあ、実はねアメリカとかだと商品を購入して、まあ、2週間3週間以内であればいつでも返品できますよっていうね規約がある んですよだから今回、google っていうのは、それをまあ日本の市場にもねあの適用しているという感じなんで、別にねそれ自体はまあ日本には珍しい考え方かもしれませんけれども、まあ、北米ではですねそんなことないんですね、でそもそもま皆さん考えてくださいよ、o g l e がそういった発熱問題のあるスマホを出さなければ、まあ、購入者側としては喜んでその端末を使うわけですよね、でもそういう発熱がある問題を出してる google が、 そもそも悪いんだっていうね、その考え方をね、あの忘れないでください。なので、あのね、基本的にこれは Google の問題であって、あなたのね、購入者の問題ではないっていう考え方をね、持ちましょう。 ははいではね最後はマニア向けのね話をするんだけれども、発熱の原因はどれかっていう話をねしていくんですが、まあ実のところ、ねどれが原因でどうなっているのかっていうのは確実にはね私には分かりませんけれども、おおよその予想はねついていて、それはですね CPU に使われている X1 コアが原因だろうと、正直ながらねあの素人の私でもそう思いますよ。でしかも、その X1 コアっていうのが今回ね2台も使っている、え。ー っていうのが。 まあ、大きな原因じゃないかなって思っていますね。あの、この CPU に使われている X1 コアっていうのはですね、非常にパワフルで、めちゃくちゃ性能が高いんだけれども、その反面ですね、ものすごく発熱するということで、めちゃくちゃ有名なんですね。で、今年ですね、スナップドラゴン888のチップありますよね、Google Tensor のライバルでありますけれども、このスナップドラゴン888が発熱で苦しんでいるっていうのは多く知られていて、で、その原因と考え られているのが、えー、このがこねね x 1チップなんです、ね、でしかもねこの X1 コアっていうのはスナップドラゴン888にはですね1個しか使っていないのにもかかわらず GoogleTensor ではですねデュアルコアとか言ってですね2つも X1 コア使っているんでそれはね発熱問題起きるやろと思うんですよね1個でも大変なのに2つ使うなんてねおいおいおいと思うんだけれどもまあ現状ですね言えるのは、えー、一応ねデモ機展示品のデモ機 では発熱がものすごいしているので、まあ、発熱を、ね、しっかり抑えられていないんじゃないというふうに正直ながら今のところは、ね、僕は思います。まあ、なので私が、ね、皆さんにアドバイスできるのはとにかくです、ね、近くのソフトバンクであったりあとは家電量販店に行ってです、ね、実機を触ってみてください、どれだけ熱いかというのを確認して購入するかどうかというのを、ね、ちょっと今、ね、自分の目で自分の手で確かめてきてもらえれば一番いいんじゃないかなと思っております。でもちろんです、ね 私が人柱となってレビューもしますんで、そういったものもですね、あの気長に待っていただければなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。